レイジュ。やっぱりつながりません。システムとつながれば私も少しはできることが増えるんですけど。まあつながらないものはしょうがないさ。ネージュのせいじゃないしな。どうやら一筋縄じゃいかないトラブルが起きてるっぽいし。じゃあやっぱり地道にテストルームを探すしかないか。よーし、早速出発しよう。ふうか、今はクイネラさんとリーファさんを待たないと。偵察に行ってくれてるんですから。ああ、そっか。偵察っていうか、クイネラがリーファを連れて行った感じだったけどな。この世界に詳しいからって。まったく自分勝手というかマイペースというか。でもリーファたちが街とか見つけてくれるかもしれないよね。そしたら少しは落ち着けるかも。どうだろうな。リーファは空が飛べるから探索範囲は広いけど、ネージュ、街の場所とかもやっぱりわからないかな。この辺りの地形から推測とか。申し訳ありません、現在の私ではお力になれず。そうか、ならやっぱり地道に調べて回るしかなさそうだな。私がちゃんとナビゲーション AI として機能していれば。だからそりゃネージュのせいじゃないって。気にしなくて大丈夫。ちょっと時間がかかっちゃうかもしれないけど、ちゃんと調べていけばそのうちきっと見つかるよ。ありがとうございます、キリトさん。時間がかかるとバイトはどうなるのかな。まあいっか、キリタの言う通りシステム的なエラーだとしたら私には責任ないもん。怒られることはないはずだよね。逆に不具合の原因を突き止めちゃったりしたら特別ボーナスとかもらえちゃうかも。ふうか、あなた本当に現金ですよね。いやいや、ありえるぞ。これだけ大きい不具合で復旧にも時間がかかってるんだから、もし原因を特定できたら大手柄だよ。だよね。よし、やっぱり探索しよう。クイネラもいろいろ見て回りたいって言ってたしね。でも敵とかさっきみたいに攻撃的なプレイヤーもいますよね。大丈夫でしょうか。ちゃんとボディーガードするから安心してくれ。リーファとクイネラは頼りになるからさ。リーファとクイネラ、確かに強かったよね。私たちのこともあっという間に助けてくれたし。ああ、リーファは剣も魔法も得意だし、 ALO でも上位のプレイヤーだ。クイネラは、まあ、うん、強さは申し分ない。なんか歯切れが悪いけど、キリトと二人はどんな関係なの？やっぱり同じゲームの仲間かな？それともリアルでも知り合いとか？リーファは俺の妹だよ。エールオでもよく一緒に遊んでるけど。リアル妹？兄弟で一緒にゲームしてるんだ。まあな。確かにお二人はとても仲が良さそうでしたもんね。兄弟と聞いて納得しました。それじゃあクイネラは？さっきの言い方だとちょっと複雑な関係かな。もしかして彼女なの？違う、クイネラとは全然そんなんじゃないって。うろたえちゃって怪しいな。本当に違うってば。あの人とはいろいろあったんだよ。いろいろね。あ、元カノ？だから違う、本当にただの知り合いだよ。でもクイネラさん、なんというかとても威厳があるというか。静かに。どうしたの？誰か、いや何かこっちに来る。これはリーファとクイネラじゃなさそうだ。敵ですか？おそらくな。フーカとネージはちょっと離れて。はい。キリト、一人で大丈夫？ああ、やれると思う。でもヤバそうだったら逃げるから、そのつもりでいてくれ。わかった。任せてくれ。
先行こう。行こう。よし、行けそうだな。できた。みんな、お疲れさん。いい感じだ。次もこうだといいな。よし、これで最後だと思うけど。ネージュ、敵がまだ残っているかどうか見てくれないか。はい。大丈夫そうです。動くものの気配はありませんでした。そうか、よかった。とりあえず一安心だな。それにしても、いやー、キリトって本当に強いんだね。私たちを守りながらあんなにたくさんの敵を。はい、先ほども見事な腕前だと思いましたけど、改めて強さを感じました。今回は敵がそれほどでもなかったからな。それに二人がちゃんと守りやすいところにいてくれたから戦いやすかったよ。でもサポート AI の私まで守ってくれるなんて。そんなの当たり前だろ。二人を守るって約束したじゃないか。はい、ありがとうございます。
キリタってかっこいいね。あ、そうか。うん、だって私たちが襲われていた時も助けてくれたし、ナビゲーション AI のネージュも大切にしてくれるし。そんなの普通だと思うけどな。いえ、優しい人はたくさんいると思いますけど、こうやって一緒に守ってくれる人はなかなかいないと思います。だからキリトさんと一緒なら安心できます。そういうことならどんどん頼ってくれていいぞ。もしシステムとの接続が復活したら俺たちもお世話になると思うし。はい、その時は精一杯皆さんのお力になりたいと思います。なんだかネージュ張り切ってるね。そのためにもできるだけ早くテストルームを見つけないといけませんね。早速。ちょっとちょっとネージュ、リーファとクイネラがまだ帰ってきてないってさっき自分で言ったんじゃない。あ、そうでした、すみません。だしね、あの二人なら早々敵に遅れを取ることはないと思うけど、心配だから迎えに行こうか。はい、そうですね。お二人が向かった方向はあちらですよね。そうだったな。よし、警戒しながら進もう。ネージとフーカは俺の後ろをついてきてくれ。あんまり離れないようにな。はい、わかりました。どうしたんです、フーカ、行かないんですか？え？あ、ううん、もしかしてさっきの戦いで怪我でもしたのか？だったら。違う違う、大丈夫。ちょっとぼーっとしちゃっただけ。本当に大丈夫ですか、フーカ？平気だって。さ、リーファとクイネラを迎えに行こう。大丈夫ならいいけど。って、おい、フーカ！一人で先に行ってはダメですよ、フーカThank you.
ここからは森林地帯ですね。見た感じ、深い森がずっと向こうまで広がっているようです。おそらく、いえ間違いなく、モンスターも徘徊していると思われます。マップの広さ、予想されるリスクなどを勘案すると、もう少し人数を集めた方が効率的かと。ですので、ここは一度引き返して改めて探索の準備を整えることを提案します。いかがでしょうか、団長。うん、そうだな。とはいえ、地形や出現するモンスターの種類はある程度事前に把握しておいた方がいいだろう。本格的な探索にかかる前に、我々だけで少し下見をしておくべきではないかな。私たちだけでですか。おや、アスナ君は反対かね。ええ、賛成はできません。見通しの悪い未探索エリア、しかも私たちは今3名のみ。無用な危険を犯す必要はないのでは。何より団長はこのアインクラッドの攻略に不可欠な戦力です。万一のことがあったら。慎重だね。このところ少しばかり実戦から遠ざかっていたし、勘を取り戻しておきたいのだが、それに未踏の地に第一歩を記すというのはなかなかに心躍る体験だよ。君と親しいあの黒の剣士も真っ先に飛び出していくタイプではないかな。そうかも。あ、いえ、彼のは向こう水とか無謀と言うんです。一度こうと決めるとこっちの忠告にも耳を貸さなくなっちゃうし、この間だって。今彼のことは関係ないでしょ。そうだな、失礼した。いえ、あなたの意見は？ノーチラス。はい、撤退のタイミングを見誤らなければ大丈夫じゃないかなと思います。油断するわけじゃないけど、団長の防御を抜いてくるようなモンスターが突然出現する可能性は低いでしょうし。だけど。ノーチラス君は下見に賛成と。多数決なら2対1だね。団長！私は自分の能力にそれなりの自負を持っているが、それ以上に君たちのことを信頼している。この3人であれば滅多なことは起こらないと思っているのだがね。どうかな、アスナ君。はあ、わかりました。それが団長の決定なら従いますし、全力でフォローします。その代わり、危険があればすぐに引き返しますからね。結構。さて、それでは進もうか。ねえ、アスナさん、団長、今日はなんだかこうちょっとテンションが高くないですか？そう？まあ、あえて少人数での探索を主張するのは珍しいけれど、言われてみれば少し楽しそうかしら。うん、血明騎士団の団長ヒースクリフ、団員ノーチラス、そして私は副団長のアスナ。私たちはカヤバアキヒコによって VR ゲームソードアートオンラインの世界に囚われてしまった。生きて帰るためにはこのゲームを攻略しクリアしなければならない。そのはずよね。でも何なのかしら、この違和感は。どこかがおかしい、そんな思いが。アスナさん。いえ、何でもないわ。今行きま…なんだ。くそ、この…森の奥から誰かが戦ってるようだね。で、のんきに構えてる場合じゃないですよ。こっちにもモンスターの群れです。蹴散らして、奥の人と合流しましょう。お弁当持っていこうかな。僕の力を見せますよ、アスナさん。いつも通り頼むよ、アスナ君。
行くぞ。私を倒せみろ。せいや、私の辺りを避けるためにで、どうかな。いざとなったら決めるわよ。敵を発見したわ。やっ、叩き切る。やっ、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 食らってみろ。試してみるとしよう。
それでどうかな。いざとなったら決めるわよ。使えるものだと良いこと。いざとなったら決めるわよ。試してみるとしよう。装備してみるわ。はっ。
せいや、そう、いやいざとなったら決めるわよ。なかなか手強そうね。木が熟したようだ。向こうで戦ってる人は大丈夫でしょうか。こっちの敵は早く片付けて救援に向かいましょう。
倒したぞ。頑張ったね。ゾンビ相手だ。これは貴重ね。これは使えそうね。装備してみるわ。さてと、これでモンスターは一通り掃討できたか。久しぶりの戦闘は少々あっけなかったな。思ったより楽に片付きましたね。気を緩めないで、引き続き周囲に目を配ること。了解。おや、誰か来ますね。よっ、そっち側のモンスター、受け持ってくれてサンキューな。いやー、助かったよ。あんたら強いね。私一人だったら袋叩きにされてたかも。あなたは大丈夫だった？大きなダメージやバッドステータスは受けてない？なあ、平気平気。おう、私深次郎ってんだ。加勢ありがとだぜ。キリト君、お腹減らない？それさっきも聞いたような。